お花喜ぶ喜ぶということで、横山園芸の横山です。今回はイングリッシュブルーベル4月から休眠までの管理ということでお話をしたいと思います。まさにね、こう目の前に見ての通り、すごく花盛りという時期ではあります。この時期のね、イングリッシュブルーベルの生育の状況、何を求めてるかっていうこと、あと置き場所、水やり、肥料、病害虫、あとこの時期注意することということでお話をしていきたいと思います。イングリッシュブルーベル、2月ぐらいからね、こう葉っぱを出始めてきて、今、こう葉っぱがしっかり展開をして、真ん中にちゃんとしたやつは、こう花芽が上がってきてる状況です。ね、こんな感じに。はい。真ん中から出てきて、最初はね、こう出始めは、ニョキニョキニョキと上向いてきて、で、上向きながら出てきて、最初こういう風にしだれるのが、こう、イングリッシュブルーベル特徴ではあります。こんな感じね。で、香りも、甘い香りがするという感じで、咲いた人の特権ですね、これはね。で、まあ、理想はといえば、もうほんと、これぐらい、小指の太さぐらいに葉っぱがなる。葉っぱが1、2、3、4、5枚ぐらいになると、おおむね4枚から5枚ぐらいになると、お花が咲くというサイズになります。ここら辺はね、親株を維持してあって、これから分球させたものを皆さんに小分けしてお渡ししているというところではあるんですけど、なるべくね、大きい球根を作ってあげる、適度な高さに植えて、いい球根、しっかりとした丸い、ゴルフボールぐらいの球根を作るっていうのが目標です。そうするとね、毎年こういう風に花咲いてくれて、中にはこういう風に3本ぐらい、1つの球根を植えたはずなのに3本ぐらい花を咲かせてくれる株も中にはいます。すごく理想ですね。もう来年は、いい球根が3球以上できてるなっていうのがあります。で、この時期、やっぱりブルーベル、イングリッシュブルーベル、一番成長してる時期です。で、まず注意したいのは置き場所です。この時期ね、こう成長してるので、ついつい光に当てたくなるんですが、もう桜も咲き終わって、葉桜になってきて、だいぶその、木の根元、林の中っていうのは薄暗くなってきてる時期でもあります。新緑がね、まあ綺麗な時期ではあるんですけど、イングリッシュブルーベルもそれに合わせて少しずつ日陰に移動してってあげるのがいいと思います。で、この時期、直射日光、いきなり強い光に当たると、すぐ葉っぱがしなーっとなってしまったりだとか、急激に熱くなったり、すると、それもまたしなーっとなってしまう原因になります。なので、少しでも涼しいところで、成長させるっていうのが、このイングリッシュブルーベルの、この時期の大切な管理かなと思います。横山園芸でも、暑い日は遮光ネットといって、こう、上の屋根を閉めて、70% ぐらいの遮光をして、直射日光当たらないように、西日は絶対当たらないように、みたいな感じで、管理をしています。で、次、水やりと肥料なんですけど、横山園芸ではもうすでに、固形肥料を2月3月に置いています。で、まだ置いてないっていう方は、1ヶ月間ぐらいまだ休眠するまで時間があります。5月の中旬には肥料が切れるようなつもりで、肥料を置いてあげる。もしくは液体肥料、まあ1000倍ぐらい、普通の倍率でいいです。普通の園芸用の液体肥料でいいので、それを水やり代わりにやってあげるというのも一つの手です。で、どうしてもね、やっぱりこう、葉っぱが傷んできたりだとか、葉っぱが黄色くなってきても少し我慢をする。で、葉っぱが全くもう水分がなくなるぐらいになったら、葉っぱを取ってあげるという作業をしてあげるといいです。葉っぱの栄養分、水分をやっぱりこの時期、球根にしまい込む時期でもあるので、綺麗好きな人、まめな人、やりすぎないように注意をしていただければと思います。で、あとね、今年購入された方で、やっぱり植え替えをしたいだとか、どうしてもなんかこう、深い鉢に植えたいだとかっていう人多いんですが、この時期、とにかく葉っぱを傷めないようにする、根っこを傷めないようにするというのが最優先です。なので、この時期はちょっと我慢していただいて、休眠してから、休眠してすぐか、もしくは休眠明け、ヒガンバナが咲き始めるぐらいの時に、植え替えをしてあげるのが一番いいかなと思います。もう一つね、こう面白いことにこう花が咲いてきて、こう咲いて最後種ができ始めると上を向くっていう性質があります。種がだいたいこう花が咲き終わってきて、上向いてきて、でこのね、一つ一つの花のこの花のね、枝分かれしているところの先っぽが緑色にぷくっと膨らんできて、こうコンペイトウみたいな形になります。で、種ができるとわーっと開いて、熟してくると中に黒い種がいっぱいできます。それをまあこぼれないように取ってあげて、また撒いて覆土してっていうことをすると種まきもできますので試してみていただければと思います。ただね、近くに他の品種、スパニッシュ系と言われるヒスパニカとか他の種類のブルーベルなんかがそばにあると容易に交雑してしまうので、それだけは注意が必要かなという点は頭の片隅に入れといた方がいいと思います。なのでね、横山麦は一切他のうちは入れずに育ててるので、まあ、純系統というところで、維持をしているわけです。まあそんなところでイングリッシュブルーベル、生育期間と楽しむ期間、すごく短い時ではあるんですけど、まあ、日本のカタクリをめでるように、今の時期、楽しんでいただければなと思います。それでは、参考になった方、チャンネル登録と、グッドボタン、いいねボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。それではまた、確かの子分。